はい、こんにちは、みやびです。今日なんですけども、前回ですね、 Uber Eats の PPDD の闇みたいな感じで、追いダブル、連続して拒否した場合の穴みたいなのをですね、紹介したんですけども、今日はですね、初めから PPDD がセットできた場合に、その配達が遅くなったりしてクレームとかバットとかを、まあ、配達員側がもらわないようにするための僕がやってる対策っていうのを紹介しようかなと思って動画撮ってます。この動画撮ってるのが2022年の11月下旬なんですけども、つい最近ですね、ツイッターの方ではちょっとつぶやいたんですけど、コストコでもですね PPDD 案件がたまに飛んでくるんですね。で、前回は追いダブルについて話したんですけど、今回は初めから PPDD になってるやつ、カッコ2のやつですね、もうダブルになってて、表記はコストコなんですけども、コストコダブルかなと思って撮ったのがこちらなんですけど、これ撮って実際こう開けてみたんですよ。タスクのスクショは残ってないんですけども、これ裏側についてたの、このコストコから 5,6 キロ先の大戸屋っていうレストランがあるじゃないですか、和食レストラン。大戸屋が、その 5,6 キロ離れてる大戸屋が裏側にポンとついてて、コストコ大戸屋、多分大戸屋ドロップ、コストコドロップだったんですよね。コストコ自体はもう20キロ以上の案件だったんで、そんな感じで大戸屋が裏についてたんで、コストコだけでもかなりその20キロ以上走るってことは、長いと1時間ぐらいかかるわけですよ。すごい時間も長くなるし、その 5,6 キロ離れてる地点っていうのは、遠回り、行き先に対してかなり遠回りだなと思って、いらないと思って剥がしたんですよね。いわゆる受けキャンなんですけども、で、見積もりはこんな感じで2900円とかかな、見積もりが出てたんですけど、コストコ単体でシングルでお届けしたんですよね。で、その結果がこれなんですよ。いやーと思って、2900円で飛んできた案件が大戸屋1個剥がしたら半額になっちゃって、で、距離と時間めっちゃこれ走ってるじゃないですか。やられたーと思って、セットで来ている PPDD1 枚剥がすとどうなっちゃうかわからないのがやっぱデメリットなのかなと思って。ただコストコ自体がもう20キロ以上あって、で、大戸屋はそんなに何十キロも運ばないじゃないですか、普通のレストランなんで。まあ僕の頭の中では700、800円かなぐらいかなと思ってたんですけど、いや、半額はですね、もうこうですよ、もうがっかり。ダブルを剥がした時にこんなに下がっちゃうと、頑張って行った方がいいのかなとか、いろいろ考えることあるんですけども、まあそれで頑張って行った際に遅いとか、どこ寄り道してんだみたいなクレームをもらわないための対策を一応僕がしててですね、対策はもう2つしかないと思うんですね。1つ目はもう PPDD をやらない。多店舗ダブル、 PPDD と言われてる多店舗ダブルはもうやらない。なんかもう遅いとか遠回りしてるだとか、冷めたとか、待たされまくったとか、そういうなんかいろんなそのクレームのリスクが、バットのリスクがあるなと感じる方は、まず一つ目はもうやらないに徹するのがいいのかもしれないです。よっぽどその土地勘が分かるところだけやるとか、そういった感じでもう触らない。1個外すと金額どうなっちゃうか分かんないんですけど、ここだったら簡単だし行けそうだから行こうと思って1個剥がすとか、カッコ2で来てるやつはもう受けないとか、そういった対策を取らないとどうしても面倒ごとに巻き込まれやすいシステムなのかなと思って、一つ目はやらないです。やらないじゃ対策じゃないじゃんってことで、実際やる上での対策っていうのがもう一つありまして、二つ目なんですけども、お客さんにコンタクトを取るっていうことですね。で、そのコンタクトの取り方なんですけども、僕の場合はですね、 PPDD を受けて、タスク開いて3本線のタスクを開きまして、で、どっちも行ける店だな、行けそうだなと思ったら、まず1回目に取りに行くピック1のお客さんに対して受諾した時点で、すぐメッセージを送ります。で、そのメッセージがこちらです。稼働の時に使ってる端末っていうのは Android なんですけども、 Android ちょっとメーカーとか機種によるかもしれないんですけども、設定の中によく使うフレーズっていう設定があります。で、そこに複数店舗とか多店舗ダブルとか PPDD っていうイメージなんで、僕は複数のフックの2文字をポンと入れると、こういった感じで今回の配達は複数店舗同時配達になってます、Uber が設定した経由地を通ってからのお届けとなりますっていうのを、この定型文をもう作ってあるんですね。で、これをもう受けた時点ですぐ投げる。で、1人1店舗目のピックが終わったら、次2店舗目のピックに行くじゃないですか。次のお客さんにもメッセージを送れるようになるので、送れるようになった段階で同じメッセージをポンと送ります。なんですぐ送るかっていうと、取りに行く、その受けキャンでもピックアップした後にやっぱりやめるっていうのは、その商品持ち逃げみたいな廃棄みたいな扱いになっちゃって、
多分アカウント的にものすごく商品を持ったまま受けキャンするっていうのはアカウントがものすごく傷つく可能性があると言われているので、要はピックアップに行くまでにお客さんの反応を知るというか、このメッセージをすぐ投げておくことで、例えばなんでですかとか、じゃあそんなのこっちは知りませんとか、すげえ待ってるから早く持ってきてくれとか、そういったなんかちょっとトラブルになりそうだなと思うお客さんが万が一出てきた場合ですね、万が一出てきたら、まあ、僕は切っちゃいます。このお客さんを説得させるとか、お客さんの気持ちも分かるんですけど、こういう事情でこうなって僕が決めたんじゃないんです、ウーバーに文句言ってくださいとか、そんな説明したってお客さんはもう早く持ってこいしか頭にないわけですよ。こう言ってくる方っていうのはちょっと怪しいな、これやばそうだなと思ったら、ピックアップする前であれば、まあいわゆる普通の受けキャンなんですけど、一日何回もやると良くないとは言われてるんですけど、僕はその受けキャンも配達員が使える権利の一つだと思ってるんで、まあやりすぎない程度にお客さんのニュアンスとかもちょっと確認して、あ、こいつも文句当たり散らかしたいんだろうなと思うお客さんのはもう剥がしちゃいます。心の中でごめんなさいって言いながら、ビポッとかいう音鳴って剥がしちゃうんですよ。過去にも一回だけ PPDD でトラブルあって、そういった文章を投げてると中には、早く、なるべく早く持ってきてください、なるべく早く持ってきてくださいって、なるべく早く持ってきてくださいっていうメッセージを5個ぐらい連続で送ってきて、あ、やばっと思って、あ、すいません、早く持ってこれないわと思って、もうすぐ剥がしました。そういったお客さんのちょっと状況を確認する上でも、受諾してからすぐにそのお伺いというか、早く持ってこいの今言ったお客さん以外では、僕は今トラブルにはなったこともなくて、今のところバットも1個ももらってないので、まあ早め早めの行動というか、個別対応するほどやっぱ配達員にも余裕ないので、こういった短縮ワードでポンと送って、大変お待たせしましたとか、置き配であれば写真の文章のところに大変お待たせしましたとか一言、ちょっといつもより余計に一言添えるだけで、まあ、お客さんそれで納得してくれる方も中にはいますので、 PPDD とか OEW を取らないか、短縮の文章を送ってちょっとお客さんの様子を伺って問題なく対応できそうかどうか、まあ、お伺いを立てるっていうような、まあ、そういった感じで僕は対策をしてます。はい、では今日の動画は以上です。次回はコストコ、まだ配信したことないところの実践動画になります。お楽しみに。みやびでした。バイバイ。